県内ではこの冬一番の影響で各地で雪が降りまして、山間部では結構積もったようですね。急に冬の景色だなと思いましたが、ね、鹿児島市でも高台は雪景色に染まりました。県内では大雨の恐れはなくなり、大雪の恐れはなくなりましたが、真冬の寒さに覆われた各地を取材しました。午前7時前の鹿児島市吉野町毛棚です。ご覧ください。このように地面の雪は5センチほど積もっていて、サラサラとしたパウダー状です。雪が積もった車が一部凍った道路を走ります。吉野町では午前中も強い風とともに吹雪く時間がありました。スーパーの駐車場では開店を前に融雪剤をまくなどして対応していました。吉野は困りますよね、坂が多いですから。歩いていくの寒いなと思って、でも雪綺麗です。公園も一面真っ白に。ベンチには10センチ近く積もっているところもありました。山間部に向かって坂道を進んでいると、今毛棚から群ヶ丘方面に向かっていますが、トラックが停車しています。止まっている車にはチェーンがついていないものが多いです。カーブも多い山道では車がスリップし、10台ほどが一時立ち往生する混乱も。車から降りてその場でチェーンを取り付ける人もいました。山を登った先にある群ヶ丘の住宅地、消防車の車庫前では出動に備えて地元消防団員が雪かきの作業を進めます。一応消防車にはチェーンは巻いてあるんですけど、昨夜ですね、疲れました。出入り用ですね。で、我が家の雪かきをして。日が差した後も雪は降り続きましたが、子どもたちは雪の感触を楽しんでいるようでした。何してたんですか？雪合戦。雪触ってみてどうですか？ふわふわ。やだね。じゃあ触ってみて。気持ちいい。気持ちいい。KTS の定点カメラの映像では、市内の至る所で屋根に雪が積もる住宅などが見られ、真冬の景色が広がっていました。一方、こちらは鹿児島市の JR 鹿児島中央駅前です。午前8時過ぎの鹿児島市中央駅です。再び大粒の雪が降ってきました。また、タクシー乗り場にはタクシーを待つ人の姿が多く見られます。雪が積もることはありませんでしたが、凍えるような寒さに道行く人たちは厚手の上着を羽織ったりマフラーを巻いたりして寒さ対策をしていました。雪の影響を心配して普段より早めに家を出たという人も。中にすごい着込んできました。今日テストがあるので休めないと思って一本早めにの電車に乗ってきました。ものすごく厚着してます。いつもよりちょっと10分15分早く出てきてますけど、動いてるんで大丈夫でしたけど。